はい、じゃあ、最近もまたドラマティックな展開があった岸田徹さんより、モデレーターをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、次のセッションががんと妊孕性ということでですね、私岸田徹が、モデレーターというか司会をさせていただくんですけれども、僕自身ですね、まあ、インターネットのブログを書いてまして、そこでは岸田徹ならぬキシリトールという名前でちょっとさせていただいていて、まあ、かなりね滑ってる感じでいいと思います。はい。そうですね、まあ、今日はちょっと僕のセッションは緩い感じでさせていただければと思います。ね、テーマがハードなんでね、ちょっと緩い感じでやりたいと思います。で、僕自身、2年半前ぐらいですかね、胎児性がんというですね、ちょっと希少がんで、肺細胞腫瘍という中の一つの腫瘍になるんですけれども、まあ、そのがんが原発不明で、首の両頸部、首の付け根と、あと重核と呼ばれる肺と肺の間のリンパと後腹膜のリンパ、腸のリンパですね、に転移しておりまして、まあ、そこから手術の2回と、抗がん剤を3ヶ月ぐらい、はい、やりまして、その後復活、去年の春ぐらいかな、復活したんですけれども、その時にですね、まあ、ある後遺症、2回目の手術をやった時に、後遺症を患いまして、その後遺症が射精障害という後遺症だったんですね。正常に射精ができないという、ちょっとその性のちょっと後遺症を負って、かなり暗くなってしまったっていう経験があります。だからこそ、こういった情報って、インターネットにもあまり載ってないし、病院の先生に聞いても、原因わからないとか、まあ、そういうことだったりすると思うので、まあ、本当にサバイバーの声って必要だなっていうことを感じました。で、そこで第1回のオーバーキャンサートギャザーというここにあるやつですねに参加させてもらって、初めてそこで発表したというのが、一昨年の12月になります。で、そうですね、で、まあ、直近ちょっと僕がんが再発しまして、先々週手術して、先週退院かな、はい、しまして、まあ、次はですね、精巣腫瘍というですね、精巣がんになりまして、まあ、いろんな人生いろんなこと起こるなと思っている次第でございます。はい。でですね、今日はその性に関しての、スピーチをお三方にしていただきたいと思います。で、まず第1回初めはですね、はい、佐藤君というですね、まだ若い今大学生の方なんですけれども、彼も精巣の腫瘍を経験しまして、そういったことをちょっと今日喋ってくれるとのことなので、ちょっとご紹介したいと思います。佐藤貴博君です。はい、佐藤君の、タイトルはがんと性ということで、はい、じゃあよろしくお願いします。はじめまして、佐藤貴博と申します。現在21歳の大学生です。これは、これからお話しするお話は、私が生み出すことのできなかった選択肢のお話です。昨年の1月大学受験浪人中だった私は、右の睾丸よりも左の睾丸の方が明らかに大きいことに気がつきました。すぐにスマートフォンのブラウザで金玉硬いと調べまして、そしたらもう、こう思いもよらない検索結果が出たんです。それが精巣腫瘍でした。翌日すぐに泌尿器科を診察し、翌週には精巣の摘出手術を行いました。摘出手術後の CT 検査で、私の体には転移か転移じゃないか、ちょっと判断のつかないという、そういう影が映ってました。もしこの影が転移であれば、抗がん剤治療を行わなければいけないんですが、もしこの影が転移でなかった場合、抗がん剤治療をする必要はありません。ここで私に提示された選択肢は2つありました。1つは転移かどうか期間を置いて判断すること。もう一つは再発予防の意味合いを兼ねた抗がん剤治療をすぐに行うことでした。私は後者を選択しました。というのも、大学受験浪人中だったので、これから大学へ進学するにあたり、いつ転移と分かるのか、それとももうすぐ再発してしまうのか、そういう不安があった時に、もうそれを消したいという思いがありました。私は大学入試が終わり次第、抗がん剤治療を行うことに決めました。そしてすぐに大きな問題とぶつかることになります。抗がん剤治療を始める前日に、精子の凍結保存の必要があるかもしれないと伝えられました。これは精巣腫瘍に限らず、抗がん剤治療や放射線治療などを行うことで精子の生成に影響を及ぼし、無精子症など妊娠する可能性がこうなくなるという可能性があるからです。しかし、私はこの危険性が自分にも及んでいるということに気がつきませんでした。私は抗がん剤の開始を1週間先延ばしにしてもらって、精子の凍結保存をすることになりました。ここで私は思いもよらない結果を聞くことになります。
それは摘出した精子、私の精子がすでに自然妊娠が難しいほどに数や運動能力が低下していたのです。そしてもし凍結保存するとしても摘出した精子を凍結、その後妊娠を望む際に解凍するという過程の中で妊娠する能力がもう失われてしまうかもしれないということでした。それでも今後の抗がん剤治療を行うということで、この精子がもうすでに自然妊娠が難しいという状況からさらに悪化してしまうかもしれないということを伝えられ、まあ、私にとって事実上のその妊娠がもうできないということを告知されたような気持ちでいました。ここで私が気づくことができなかった選択肢があります。それは将来の妊娠の可能性を少しでも残すために抗がん剤治療を行わないという選択肢でした。抗がん剤を行う緊急性がないのであれば、転移や再発の様子を見て可能な限り抗がん剤治療を行わずに済むようにすることも可能でした。なぜこの選択肢を考えることができなかったのでしょうか。それは性について誰かと語り合うということに高いハードルがあったからです。腫瘍ができた場所が、まあ、金玉だったわけで、まあ、笑い飛ばすような話もよくしてました。それでもまたもうこれからその生きていくとかそういうことに関して家族や友人とじっくり話をすることもありました。しかし将来の妊娠のことやこれからの恋愛結婚については、まあ、つまり性についての話をするということには高いハードルがありました。特に家族にはその性の話をするというところにとても高いハードルがありました。今振り返ると勇気を振り絞って話をしてみることが大切だったと身に染みて思います。もしこの選択肢が私にあったとして、その選択肢を選んでいたかどうかは分かりません。それでも人と性について語り合ってみることで今の後悔はなかったかもしれません。私の提言は、がんと戦う皆さんに家族、友人、医療従事者の方々と生きることを語る中で性について語る勇気を持ってほしいということです。またその周りで支える方々もそれを受け止める勇気を持ってほしいと思います。人は性から目を背けたまま生きていくことはできません。病を通して性と性を見つめるきっかけにしてほしいと思います。この提言は僕のその何かよりよくやれてきたっていうことを元にお話ししているわけではなく、僕ができなかったこと、僕が持つことができなかった勇気について、勇気をもとに話をさせていただきました。僕だけじゃなくて、こうなかなか勇気を持つことができない方いっぱいいると思うんですけど、僕が持てなかった勇気、あなたの持てなかった勇気をそれぞれ持って、これから辛いこといっぱいあると思うんですけど乗り越えていけたらなと思います。一緒に乗り越えていきましょう。ありがとうございました。はい、佐藤さんありがとうございました。本当若いのにね、本当にいい提言をしてくれたと思います。本当だからこれからもこのね、がんと妊娠性、がんと性についてもっと語り合う場が生まれてきたらなと思います。それではですね、次の方の紹介をさせていただきます。次のですね、演者の方、牧野いずみさんという方、はい、でございます。あずみさんですね。ごめんなさい。あといい、はい、すみません。あずみさんという方で、彼女は乳がんのサバイバーでございます。で、そこで、女性の視点から、がんと妊娠性について今日語ってくださるということなので、ちょっといろいろ今日、はい、これからよろしくお願いいたします。はい、ではこちらの方どうぞよろしくお願いします。はい、はじめまして、牧野あずみと申します。今日は若い男性に囲まれて高一点、37歳、じじの母です。よろしくお願いします。皆さんは乳がんの治療で使用される抗がん剤によって妊娠が難しくなる可能性があることをご存知ですか。私は職場の乳がんの専門クリニックでその事実を初めて知りました。そして自分が乳がんであることが分かったとき、なんとか次の妊娠の可能性を残したいと思いました。しかしそのクリニックでは妊娠性温存の前例がなく、一から自分で情報収集するしかありませんでした。術後体力の回復が十分でない中、リンパ節への転移が分かって落ち込み、さらに抗がん剤治療開始までの時間が迫るというとても過酷な状況下で、主治医に妊娠性を温存したいと伝えました。直ちに抗がん剤治療を開始すべきか、先に温存をすべきかを悩んでいる間、
いろんな人にいろんなことを言われました。すでに子供のいる私が癌になって、さらに子供が欲しいと望むことは許されないことなのか。抗がん剤治療の開始が遅れることは自分の命を縮めることなのか。がんの治療が最優先、頭では分かっているつもり、でも決断できず苦しい。複雑な葛藤を抱え、ドロドロとした感情が塞がっているはずの傷口から吹き出してくるのではないかと感じることもありました。この葛藤を抱えたまますぐに抗がん剤治療を開始することはどうしてもできませんでした。私にとって妊孕性温存について考えることは、生きる覚悟と死ぬ覚悟、その両方をすることでした。私が長く生きられるかどうかは誰にも分かりません。そして誰も自分の人生を変わってはくれません。自分が思っているよりもずっと早くに主人とまだ幼い息子を残して旅立つことになるかもしれないのです。残される人々のことを考えました。一人でも家族を増やしておけるのなら、そして未来の自分に選択肢を残しておきたい。自分の気持ちを大事にしようと思いました。授乳によって止まっていた月経が再開したことが後押しとなり、ようやく決断し、体外受精によって受精卵を凍結できました。後にこの経験を妊娠を希望している治療仲間に話したところ、そんなこと思いつきもしなかったと言われました。がんの告知によって衝撃を受け、その事実を受け止め、治療のこと、これからの人生のことなどで頭がいっぱいの中で、妊孕性温存という選択肢はやはり思いつきもしないことなのかもしれません。私は偶然その妊孕性温存という選択肢について事前に知る機会があり、温存を決断し、落ち着いた状態で化学療法を開始することができました。しかし必ずしも温存を進める立場ではありません。温存のその先に確かに希望はありますが、生殖補助医療にもがんの医療にも不確実さと限界があり、新たな苦悩を生むこともまた事実であるからです。これらの経験から私はがん治療における妊孕性の喪失温存についてはまず医療者側からの適切なタイミングでの情報提供、そして選択肢がある場合には心のケアを含めたその人らしい選択のための意思決定の支援、さらに長期的な心のケア、この3つの支援を十分に受けられる体制を整えることが必要であると考えます。そして私が自分で情報収集をしたときに一番聞きたかった、がんと妊孕性に関する経験談を聞けなかったことから、私は経験者として自分の経験を自分の言葉で語りたいと思いました。最後にがんと妊孕性について辛い経験をされた方へ、そして今まさにその問題に直面している方へ、あなたのその思いをどうか誰かに伝えてください。一人で抱えるにはあまりにも重すぎるのです。それはあなただけの命の重さではないからです。伝えることはきっと生きる力につながります。思いを伝えるという勇気ある一歩は何かを変えるきっかけになると私は信じています。以上です。いました。はい、牧野さんありがとうございました。はい、それでは、次に、大西歩夢君の、話に移りたいと思います。大西君は、小児がんサバイバーということで、小児がんを経験したからこそ、考える妊孕性について、今回講義させていただいております。はい、なので、大西さんちょっと次よろしくお願いいたします。タイトルが男のようで男ではないっていう形で、どう見ても男に見えるんですけれども、まあ、そういったですね、はい、ところからよろしくお願いします。皆さんこんにちは、今からちょっとだけ講義をしますんで、ちょっとだけ聞いてください。ですね、はい、私は15歳と17歳の時に脳腫瘍になりまして、現在28歳になりました。
で、僕には将来自分の遺伝子を受け継ぐ子供をこの手で抱くことはできません。なぜなら抗がん剤治療の副作用で、正常な精子を作る機能が失われた可能性が高いからです。体つきも心も男なのに、生殖機能を失った自分のことを男のようで男じゃないと思ってしまいます。25歳の頃、晩期障害という言葉を知って治療の影響が体にあるかもしれないと気になりました。その一つの生殖機能の検査を受けてみたいと思い、少し恥ずかしかったんですけれども、泌尿器科を受診しました。結果は不妊で、もし自分の遺伝子を持つ子供を望むなら、手術をして精子を取り出して、それから、体外受精をするしかないということでした。そのことがあまりにもショックで結構落ち込んでしまいました。その時にカウンセリングを受けたいと思い、なぜかですね、産婦人科に私電話をしてしまいました。お恥ずかしいことにですね、その時点でもう大きな間違いでして、僕の中ではですね、泌尿器科っていうのは、おしっこのことを相談するというか、まあ、病気を治すところで、産婦人科が妊娠出産全般を扱っているところだと思っていたんですね。もうそれが大きな間違いでした。で、その間違いに気づかずにですね、何件か産婦人科に電話して回ったんですね。で、まあ、電話してみるともう大体こんな感じで終わってしまうんですね。ちょっとやってみますね。もしもし、ちょっと不妊のことでカウンセリングを受けたいと思うんですが、予約はできますでしょうか。はい、大丈夫ですよ。では旦那様のお名前をお伺いできますでしょうか。旦那様っていうとですね、もう多分相手の人はもう僕が結婚してる人だと思ってるみたいですね。で、僕は困ってしまいました。なんでかっていうとですね、まだ結婚してないですし、付き合ってる女性もいないんですけれどもっていうことだったんですね。で、もう相手の受付をしてくれた方はもうちょっとしばらくこんな感じで、あ、すいませんみたいな感じだったんですね。でもうそんな感じでやり取りがもう何件も何件も続いてしまってですね、まあ僕がその産婦人科に電話してるっていうこと自体間違ってはいるんですけれども、その間違いにもよく気づいてなくてですね、でちょっと困ってしまいました。でですね、それからなんですけれども、これだけもう悩んでるのにカウンセリングを受けられるところはないのかと、とっても落胆してしまったんですけれども、その後ですね、とある産婦人科のカウンセラーの方ですねが折り返し私の方に電話をしてくださいまして、とっても丁寧に私が悩んでることを聞いてくださいまして、それだけで心が救われました。さらに悩みに対する提案もたくさんしていただきました。日本にはですね、男性の不妊の検査や治療ができるところっていうのはたくさんあるんですけれども、心のケアをしてくれるところっていうのは、まあ、僕が探した範囲では一つもありません。もうこれをぜひ解決したいと思ってまして、僕にできることっていうのは自分の体験談を話したりとか、すれば誰かが共感してくれるのかなと思いますし、あとはですね、男性を対象としたカウンセリングですね、もっと広がっていけばいいかなと思います。今思うのはですね、まあ他の人に相談するとですね、まあそんなんもう不妊のことなんか気にせんでもいいやんとか、がんになっても、まあ、生きてるんやからそれでいいやんってよく言われるんですけれども、まあ、確かにまあその通りなんですけど、本当にそれでいいのでしょうか。はい、ありがとうございます大西さん。はい、ありがとうございました。いいのでしょうかというね、提言で、はい、まあ、よくないですよね絶対ね。はい、なのでもっと僕たちも活動していきつつ、皆さんも、ね、よく
もっと発信していってくだされば、本当もっとこの世の中が良くなっていくんじゃないかなと思っております。はい、それではですね、これから、ちょっとディスカッションの方に移るんですけれども、先ほどもいらっしゃった方は分かるかと思うんですけれども、会場からも、質問を受け付けたいと思います。でですね、最初先ほどですね、の経験から、まず会場に質問したら質問は出てこないのかもしれないというですね、勉強をしたので、まず僕からちょっとお三人方にちょっと質問をさせていただきます。その間にですね、何か質問などを、ちょっと考えていただきまして、僕とですね、最初に質問の挙手をするんですけれども、挙手がない場合はちょっと指名制でさせていただきたいと思いますので、はい、もしなかったらないでもいいです。その場合次の右手の方に、順番が移っていきますので、はい、何かしら考えていただければと思います。はい、それではですね、ちょっと佐藤君に最初の質問したいと思うんですけれども、佐藤君は家族と話すことにハードルがあったとか、そういったことをおっしゃってたと思うんですけれども、最終的には家族とそういったこととかって今話してる状況なんですかね、どうなんですかね。話せてないです。前回このセミナーが OCT のそのセミナーがあったんですけど、その最後の方でこうお話しさせていただいて、今晩家族と話をしますっていう宣言をしたらすごく褒めていただいたんですけど、やっぱり帰るとですね、家族がこういて、まあ、うち狭いんですぐリビングなんですけど、リビングにいてお帰りっつって、でちょうど、まあ、結構その OCT の後に他の友達と飲んだりとかしてたので、ちょっと帰り遅くなっちゃったんですけど、なんかドラマやってて、ちょっとパンチラ的なのがやってたんですね。もうその段階でもう家族がシンってこう黙ってしまって、でこのままこう宣言よくこう乗り込んできたはいいものの、これは話せないぞと思って結構タイミングは伺ってたんですけど、話せずじまいでしたね。はい、今後なんか話そうとかいう計画はどうなんですかね。今日の夜とか空いてますけど今日の夜も多分飲みに行くんで、またあれなんですけど、まあ、でもちょっと今探り探りなんだなと思っていて、探り探りをお互いに多分繰り返してて、去年 その手術終わった後ぐらいはできなかったんですけど、最近はようやくその金玉がないことについて笑えるようになったので、家族全体で玉がないみたいなのをこうそのなんか俺がした時に玉取るぞみたいな言われるんで、もう片方しかないから勘弁してくれみたいなのはなんかできるようになってきたので、そういう探り探りのところから今度深い話にできるようにしていこうかなっていう戦略を立ててます。はい、ありがとうございます。そうですね、なので本人からやっぱこういう話するっていうのはやっぱちょっとハードルがちょっと高いかもしれないので、もし周りの人から何かそういうキラーパス的なことをしていただけると、僕たちもそういった性のことについて話しやすいかなっていうことはあるかと思います。ありがとうございます。では牧野さんにちょっと次質問させていただきたいと思うんですけれども、牧野さんはまあ、事前にもうお子さんがいらっしゃってから、妊孕性について保存されたりとかしたっていうことで2つあるんですけれども、まずその妊孕性について知るきっかけがあったっておっしゃってたんですけども、そのきっかけって何だったのかということと、あとお子さんが1人いてまだ欲しかったっていうことはどれぐらいの家族計画をされてたのかなっていうですねちょっとそういったことを聞きたいと思います。はい、はい、まずきっかけですけれども、私が自分の病気が分かった時に就職していた先が、一人目の子の1歳になる前の時仕事を復帰した先で、そこが乳がんの専門クリニックだったんですね。診断から手術、化学療法で緩和の領域まで移管してやるところでして、でそこで薬剤師がですね、実は私も薬剤師なんですけれども、術後の患者さんに向けて、抗がん剤治療に関する勉強会っていうのを開いていました。でそのはもう術後の患者さんはみんな受けるという形ですね。で私はそこに就職して、まだ自分が患者であるっていうことが分かる前に、その患者さんと一緒にその勉強会に出ていまして、先輩の薬剤師が、乳がんの治療で、使う抗がん剤の種類によって、あと年齢によって、まあ、リスクは違うんですけれども、月経が
来なくなることがありますよっていう間接的な表現なんですけれども、妊孕性温存なんていう言葉は全く出さないんですが、それでその話を聞いて、あの患者さんの方でやっぱり分かりますよね。で患者さんの方から医療者に言ってくることがあったり、ちょっと様子がっていうことがあると医療者の方から声をかけたりって、そういうような形だったので、私は事前にたまたまそのことを知っていたっていうことなんです。ただ薬剤師でありながら乳がんの患者さんと接することがなかった間は、あの本当に知らないことでした。あの添付文書っていう、あの薬の説明の紙があるんですけれども、そちらでは頻度不明としか書かれてないんですね。なのでこの分野についてももうちょっと情報が広がってくるといいなと思ってます。で、子どもの計画なんですけれども、実は主人がですね、あの4人兄弟で育っておりまして、で結婚式の時にあのパンフレットとかで将来の夢って書きますよね。でその時に私は肝っ玉母さんって書いたんです。で主人の夢は子だくさんだったんですね。でそういうことも知っていたので、あの私がどうしても2人目を欲しかったっていう希望は、本当にあの妊孕性喪失している方には申し訳ないんですけれども、あの贅沢なことだなとは思うんですけれども、あのそこまで強い気持ちはひょっとしたらなかったかもしれません。でも自分がやっぱり長く生きられた時に選択肢が、その時また子供が持てるかもしれないって、持ちたいって思ってももう戻れないんですよね、喪失してしまうと。抗がん剤の治療って、あの髪の毛が抜けても、あの補助化学療法で終了できれば戻ってくるんです。でも妊孕性に関しては、特に女性の場合はなかなか回復っていうのが難しいんですよね。あの家族計画とちょっとずれましたが以上です。はい、ありがとうございました。そうですね、まあ、僕たちも本当男性側の視点しか、あの特にわからないので、やっぱ女性は特にやっぱそういったことで、あの悩まれるということも多く聞くので、本当これを機にもっともっと発信していってほしいなと思っております。はい、次に大西さんについて質問なんですけれども、大西さんはあのその体外受精だとできるかもしれないということで、あの逆に佐藤君とかはね、もうあの、検査した時に精子が自体がもう少ないから難しいかもしれないということはあったと思うんですけれども、これは体外受精はあのだとできるのかどうかっていったところと、あとそうですね、あのその産婦人、僕もあのその精子保存をしたんですけれども、その時はですね、あの病院の産婦人科に回されたんですね、その時は。だからあの結局泌尿器科には行った、泌尿器科でもう行ったってことですよね、っていうちょっと、はい、そこら辺のこともお願いします。はい、はい、ですね、僕の場合は体外受精とかっていうことなんですけれども、まず確率としてお医者さんから言われたのはもうほぼゼロに近いぐらいの確率けど、まあやってみたらなんとかなるかもしれへんけど保証ないよみたいな感じですね。で、どういうことをするかっていうと、金玉をあのパカッと開いて、で中身をごちょごちょっとして、で、まあ、精子の元みたいなものを取り出してですね、それを顕微鏡で見て、まあ、生殖機能があるような精子があるかどうかっていうのを一個一個見ていって、それを一つ取り出して、でその一つと、僕のパートナーの、卵子と体外受精をして、でそれを、まあ女性のお腹に戻すというような作業をしないといけないんですけれども、かなり可能性は低いようです。もう、まあ、やってもいいけど、うん、どうするみたいな感じでしたね。で、あともう一個何でしたっけ。ですね、僕はあのカウンセリングのことで、あの折り返しあの電話をいただいたっていうことを先ほどお話ししたんですけれども、いろいろ調べていくとですね、あの県、兵庫県、僕兵庫県なんですけど、兵庫県で、カウンセリングをやってるところが、現在探した範囲ではあるみたいです。ただ月に1回で、まず電話で予約をしたりとかしないといけないとかっていうことがあって、でちょうど今僕あのちょどうしてもその月に1回っていうのに都合が合わないんですね。なのでもう行けてないんですけれども、一応そこに行くと、まあ、男性の、不妊についてカウンセラーの方とか、まあ、お医者さんがあのちゃんと相談に乗ってくれるようなシステムが整っているみたいです。ただあの行ったことないんで、あのどうでしたとか、あ、まあ、言えないんですけど、まあ、そういうところは各都道府県にもあの探せばあるみたいですね。
はい、ありがとうございます。それではですね、今からまだ時間もありますので、会場からちょっと質問を受け付けたいと思ってるんですけれども、って言ったらみんながね目をそらすっていうねはい、もし何か質問があれば挙手でお願いいたします。あ、ちょっとは、お、はい、じゃあ坂本さんお願いいたします。お話どうも皆様ありがとうございました。不妊妊孕性ということで、特に大西さんと佐藤さんにちょっとお伺いしたいんですけども、治療始まる前に妊孕性についての説明ってのどのぐらいありましたか。じゃあ佐藤さんから。僕はその精子の保存はしたんですけど、精子保存をするっていう話が僕自身に来たのは、抗がん剤治療を始める予定の前日検査入院してた時に保存したって聞かれましたね。それまではその自分でこう調べていく段階で精子保存とかは目で見てはいたんですけど、その必要あるのかなっていうのは全然分からなかったので、もう前日に保存したっつってやばいかもよぐらいの感じで、そういう説明が多分その主治医からは唯一ですね。でその次行ったところでいろいろ説明はいただきましたけど、それだけです。はい、はい、僕はですね、治療したのが中学生とか高校生とかっていう時期もあったとは思うんですけれども、もう10年ぐらい前でしたので、とりあえず子供のことは置いといて、とりあえず病気治してっていうようなことが主治医の先生の中に頭の中ではほとんどだったのかなと思います。で、うちの母親とかも結構その子供ができるのかどうかっていうのはちょっと心配だったみたいで、お医者さんの方には聞いたみたいなんですけれども、大丈夫っていうような感じで、子供さんが実際にできてはるところのご家族もその主治医の先生を見ておられましたので、そういうところで大丈夫だろうというふうなことをおっしゃってました。で、ですね。何喋ろうと思ったっけ。はい、以上です。すいません。はい、また喋ること思いついたらまた言ってください。はい、ありがとうございます。僕もそうですね。抗がん剤をやる前日、入院した日に、そういや精子取っとくみたいな感じで主治医 のついてるレジデント研修医の先生に言われて、ちょっと居酒屋一軒行っとくみたいな感じのちょっと軽いノリで言われて、じゃ あのしときますっていうような形で言いました。ただね、家族、うちの両親はいやそこまでするのみたいな感じで、ちょっと理解の齟齬っていうのはありましたね。しかも精子保存ね、凍結いくらか分かります？大体僕の場合ですけれども、今1年1万円かかっているという形ですね。だから子供を先延ばしにすればするほどお金かかっていくっていうような形 で何回分取られているその精子を、何等分にするかっていうのはその病院によって違うらしいので、僕の今の精子が何回分あるのかっていうのはちょっとわからない状況ですね。はい、っていったようなこともあ思いついた。すみません、ちょっと会場の皆さんの誤解とかもちょっともしかしたらあるかもしれないと思ってちょっと話そうと思ったんですけれども、抗がん剤によって精子が作られなくなるっていうことは実際あるんですけれども、それ以前にですね、がんになるかならないか、抗がん剤治療をするかしないか、それ以前の問題で、もともと遺伝的に精子ができにくい方とか、精子のその生殖能力が低い方とかもおられます。僕はいろいろ泌尿器科で検査をしてもらって、いろんな可能性を見たんですけれども、遺伝子とかホルモンとかそういうところを見たんですけれども、そういうところは全く異常なかったんですね。で、最終的にお医者さんの判断としては、抗がん剤治療したから精子がうまく機能していない可能性が高いと言われただけで、もともともしかしたら僕は生まれつきそういうふうな体で生まれてきているかもしれないですね。なので、抗がん剤イコールその精子なくなるっていうようなことではないので、ちょっとそれだけお話ししておきたいなと思いました。はい、すいません。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと会場の方からちょっと質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、
ではですね、須田千代さん、はい、彼女も、サバイバー、がんサバイバーなんですけれども、ちょっとまあ、同じ患者会つながり、ちょっとね、質問、もし何かあれば、よろしくお願いします。ご指名いただきました、須田千代というのはあだ名です。須田千代というのは、私は白血病だったので、一般的な家系がんなんですけど、女性だと治療の前に、まあ、卵子を取れるかもしれないというふうに思っているんですが、移管したのが、23歳で、最初の化学療法を終えて、さあ、移植をしますか、化学療法を続けますかという選択の時に、主治医の方から、どちらにせよ、耳が鳴るからという説明を受けて、そのままとにかくその時には親も同席してて生きるっていう選択肢しかないので、この卵子を取るのにどうやら時間もかかるらしいし、さっさと終わらせたいから、そういうことはせずに今日今日に至って10年ぐらいだったんですけれども、女性の方で不妊って言っても完全にその卵巣を失われる方と、とか私のようにそういった期間は持っているけれども、不妊になった場合に10年経って落ち着いてきていて、婦人科に行って、私は果たして妊娠できるのかなって検査をされてみたら結構費用かかるんですよ。で、そういう部分で費用が負担になるから検査を止められるような方っていうのがいるかどうかっていうのを知りたいんですけど、もしこの場で抵抗がなければ、抵抗がありますっていう、お金の、まあ、その治療後で何かしてたいと思って、お金の不安があるよっていう方を今日は挙げていただきたいなと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ、まさかのですね、パネラーに質問せずみんなに質問するっていうまさかの展開なんですけれども、もし抵抗なければ、はい、お金に対してなんかありますよっていう方はちょっと挙手をお願いいたします。はい、はい、はい、4分の1ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。ですね、お金の問題は確かにありますね。特に若いがんサバイバーだと治療費も払わないといけないし、かつまた不妊治療でまだやったことないんですけど、ね、100万ぐらいかかったりするんですよね。もうまずね、そこに行き着くまでよりもペット検査の、ね、何万円とかねCT の何万円とかが本当に響いてくるっていうような形になると思うんですけれども、はい、そこのやっぱなんか補助だったりだとか、そういったものはあった方がいいかなとは思ってます。はい、次に最後残り2分なんで、もう一つだけ質問を受け付けたいと思うんですけれども、何か、はい、特に女性目線で、はい、じゃあありがとうございます。B 子さん、よろしくお願いします。補助の B 子というのはまだあだ名で、同じ風邪つながりで白井と申します。私の場合は20代で、子宮体がんになって、外科手術で子宮を取っています。で、妊娠ことに関しては、日本にの法律の中では体外受精とかのことがあるので、まあ、自分の子供は持てないということにはなるんですけれども、そこでいろいろ選択肢を考える、例えば、向井さん、高田さん夫婦のようにアメリカに行くかとかにあたって、あと、まあ、自分の子供じゃなくても家族として子供を持ちたいなって考えるんだったら養子を取るかとか、あとは、まあ、そういう方がいらっしゃればシングルファーザーの方と結婚するかとか、20代の時から今30代だったんですけど、いろいろ今後の自分のことについて考えて、未婚の3方、まだ20代だと思うんですけれども、妊娠性ということ以外に関して今後の結婚とかその先の選択肢としてどんなバリエーションを考えていますかという質問なんですけども、じゃあ順にお願いします。僕はやっぱり婚外子ですね。パートナーが見つかってっていう時に子供がもし望めないということになれば、婚外子ですよね、養子縁組みたいな、そう、いう選択肢が一番いろいろ今考えているところですね。僕も、同じく、養子縁組にしようかなと
考えてます。ちょっと僕は最近ミラクルな出会いがあって、実際に特別養子縁組を組んだ方と、お話をする機会があったんですね。もうその時間が来ましたね。もうそれがあって、ぜひ、まあ、それが僕の中での選択肢の一つにはなってきてます。はい。私は。そうです、そうです。だから、お三方がもう一人こちら。あ、こっち？そうですね、僕もまだ凍っている、はい、息子たちがいるので、まずそこを頑張って、それで無理だったら養子縁組を考えるかなっていうのを今考えてはおります。はい、という形でですね、時間が来てしまったんですけれども、まあ、こういった性のこととか妊娠性のことって本当に聞きづらくて、こういった機会がないと本当にない、知る機会だったりとか発信する機会はないと思うんですね。なのでこういった今日を起点にまた皆さんにも発信をお手伝いもしていただきつつ、僕たちも発信していきたいと思います。今日はお集まりいただきまして誠にありがとうございました。